宇宙が舞台のアクション人狼アマングアス。プレイヤーはクルーとインポスターに分かれて、それぞれの勝利条件を目指しゲームを進行します。クルーメイトの勝利条件、船内に配置された全てのタスクを終了させる、またはインポスターを全員追放すると勝利。インポスターの勝利条件、クルーを殺害追放しクルー陣営と同数になる、または一部サボタージュの修復が時間内に終わらなかった場合は勝利となります。果たして勝つのはクルーメイトかインポスターか。じゃあ皆さん大丈夫ですか？はい、はい、じゃあ開始します。クルーやりたいな。確かにビビさんインポスター多いな。2回連続だから部屋変わったから。お願いします。お願いします。ミュート。うわーマジか。マップちょっとちっちゃめにしようかな。これぐらいでいいかな。よっしゃやりますかね。いきなりか。みんな固まっちゃってんな。俺も全然よく分かってないんだよね。おはいよ。大丈夫か。早いボタンです。早い。あ、ここもあれですか、ね、早めにボタンを押した方がいいコースなんですか。うん、だいぶばらけるんでね。あ、そっかそっか。全然俺ポーラス初めてだから感覚が分かんなかった。ここも早めのボタンなんですね。了解です。うん、エアシップとここはあれですか、やっぱキルした後が探すのが大変だから、うん、そうですね。早めに押しとかないと。あと最初やっぱりキルクールタイムが最初だけ10秒なので、ああなるほどすぐキルできるんですよね。ああそうだから、それを阻止するためにも、うん、へまずボタンを押してキルクールタイムリセットするみたいな。ああなるほど、うん、はい、そんな定石があるらしいです。興味なるわ。初耳。マップ広い。上の方に。マップ広いっすね。マップ広い。マップ広いっす、ここは本当に。タスクどこからやろうかと思って、なんか、うろうろしちゃうわ。そう、わかる。アイコンみたいな。そう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 。ミュートしまーす。ミュートしまーす。はい。さてと、どうすかねー。アドミン見ながら。まあカードスラッシュやってるふりでもするよ。どうすかな。すいません、停電直して終わったら、え、停電レポートが出とったんで押しました。ホブコさんが食われとったっぽいですね。どこで？じゃあ俺その場にいました。私もいました。停電のところに 4,5 人集まっとったんで、ドサクサキル。そうですね、ドサキルの可能性が高いというか、まあ、それだと思うんですけど。早っ。その場にいた人、いなかった人、そこにいなかった人は、そうですね、いなかった人は白っすね。俺はいなかった。今回に限っては、ね、あの電気室におらんかった人。入れてないです。そうそうそう。誰だ？ビビもあの O2 に。いなかったの？じゃあ俺は電気室。俺とビビさんと久保田さんだけいなかったの。が行けてない。はい、行けてないですね。怖っ。え、怖っ。マジか。あ、じゃあちょっとずれてたら俺も死んでたのか。ちなみにトッカは多分一番最後に電気室ついて行ったらポムコが骨になってて、その後通報されたって感じだった。いやでも何とでも言う状況すぎて怖いな。電気室は俺一番先に行ったわ、うん、俺トッカさんの前ですかね。ポムコ来た感じ。そうやね、ヤスさんが、ま、前におった。うん、で順番的にはうち最後ヤスさん、うん、で、あと誰かわかんない。俺どこなんだろう。俺見た人います。いや俺見た人います。タラちゃん。俺も行ったんすけど、最後らへんなんかちょうどラストの1個がカチってなった時ぐらいに俺多分入ったと思います。じゃああの場に行ったのがタラちゃんとヌッキーとヤスさんとトモチン。じゃあ一番最後にトポムコ。トポムコか。わ、怖っ。
絞れねえじゃん、全然多すぎて。これはナイスキルとしか言いようがないっすよ、これは。ゴチャキルはちょっと無理ですね、これ。スキップ。ここ簡単に、やっぱり。うわ、スキップ。スキップ。全4人ローラーするわけにもう、そう無理っすもんね。ローラーしたら。いや、マジか。怖っ、マジか。あ、これはマジでうますぎます。いや、怖え。危な、死ななくてよかった。うん、じゃあ、ミュートで。ミュートします。やさナイスうますぎー。いやー今のはうますぎたなマジで。あーわ怖っ。いやもう怖え怖っ。あー怖え。うまいなー。なんかいろいろ回ってみようかな。はい、はい、うわ、久保田さんが、あ、久保田さんじゃない、ごめん、緑、緑、タラちゃんやったね。タラちゃんが、はい、ここやろ、こう除菌室って言えばいいんけ、医務室って言えばいいんけ、あのスキャンするところ、右のところです、うん、自分も今ちょうどそこタスク最後で終わりやったから、行って、あのボタン押しに行こうと思ったら、そこで死んでた。そしてなんか知らんけど、抜きも死んでる。二人切れたらやばいな。なんでだろう。あの耐震装置なんかあのリアクターかリアクターを直した後に、うん、あのシロさんとトッカさんとタラちゃんさんがそっち側に行ったんですよ。あの右に真ん中に座っていくのを見てます。はいはい、だからあ3人で行ったから大丈夫かな。まあ誰か1人殺されても誰か見つけるかなと。その中にインポスターがいても。ああ、なるほど。トッカさんのセルフかシロさんかなっていう。ヤッサンは、まあ、なんだろう。給油とかな、そこら辺のあたり、給油ではないか。水エトリカル近くのとこで、ちょっとだけチラッと見えて、あと、久保田さんも、左下のなんだ、なんかゲームピョンピョンするところ、あたりに入ろうとしてたところ、最後に。死にしてるんで、多分ミッキーさん左側で死んでるのかな。ミッキーさん怪しいのかなっては思うんですけど、うん、そうですね。シロさん。ヌッキーさん割と直前まで、行動を共にしてまして、一回先にその管理室のあるあの扉を出て、まあ出てウェポンルームの方に行く扉を出てって、ちょっと一段遅れちゃったんですよ自分が。で、うん、先に行っちゃったなと思って。ちょっと追いかけようかなと思った時にもういなくてどこにいるのかなってところでヤスさんがちょっと反対側から来たのかな。そんな感じですかね。あ、最後の方クオタさんにやってみるさん。シロさん怪しいかなと思う。俺的にはトモチのセリフじゃないかなと思って。あ、でも俺自分研究室行ってないから。あ、これはやばい。もう1キルされたら終わり。あ、じゃあ自分、あ、どうしよう。あ、自分ボタン押します。はい、緊急押します。Thank you.
かっ、いや押せるの奇跡だなこれ。これは絶対に釣らんとダメです、はい、そうですね。あのいいですか、自分自分、はい、あとそのスキャンのタスク1個で終わりなんです。うんうんうん、うん、なんでどうしようっていうのしか私は言えないんですけど、あとその除菌室系、あのさっき多分タラちゃんが死んどったところのタスクで最後なんです、自分は。面白いなって思うんですよ、今モーターもしっかり押してくれたし、うん、で、まあ、その時シロさん途中までおったね。いたいた、俺だからともちんが押さなかったら俺が押そうかなと思って、うん、そばにだから。シロさんはじゃあさっきの時はどういうルートでどこ行ったんですか。だから俺あの後3人で会って、ビビさんがあの右上のやつなんだっけ、あの緊急のやつ直すのを見送って、タラちゃんと見送そのままいて、で研究室の方に入り口なんか あっちのタスクやって、そのままドロップなんだっけ、一番上の鍵さすやつ、ドロップシップ、うん、あっちの方で俺は向かいましたね。でもただこれ気になるのが、除菌室弁当あるんですよ。で結構下まで降りれるんですよ、管理室の方まで多分マップ見る限り。でも俺下行ってないからな、そっちに戻ったから。いやし自分そこ行くまでに誰ともすれ違ってないし、多分そこ一方通行やから、すれ違ったら誰かと絶対会うし、まあ、いつ倒されたんか分からんけど、弁当で行ったか早々にキルされたかのどっちかなっていう。特化さんはそこの医務室のところに行くまでにどういう、でもそこまで医務室、あ、ちょっとやったってことですか。じゃあそこさっき終わった、あのビビさんとシロさんとすれ違った後、そのまま研究室の方にタスク1個あって、うん、それ1個終わらして最後の除菌除染室一番右端のところ、うん、行こうとしたら死んでたっていう形、うん、いやでもこれはシロさんなんじゃないかな、友人のセリフだと思うけどな俺。いや上の方に行ってるから、いや白さんに入れますけど、いや俺は友達にいる、ちょっと怖いから。あ、入れない、割れたか、ちょっとこれはダメだ、どうします。久保田さん、ありがとうございます。ナイスです。押せなかったんで、あ、もう私はもうここかなっていうのはもう確定してるんで、まあだから俺かともちんかどっちかを釣るかってことですよね、この流れで言うと。まあビビさんの中ではそういうことですよね。俺はもうともちん一択かなって感じなんで、うん、あの、これ絶対みんな投票してください、みんな。はい、どっちかあどっち信じるかかなっていうとこですよね。まあ俺はでも本当に上に戻ったから信じてほしいけどな。上って何したんですか。だからタスクですよ。上に戻って何したんですか。だからタスクですって。何のタスクですか。だから鍵閉めるやつです。めちゃめちゃ疑われるやん。なんでそんな疑われるの。ヒロさんともうここのラインだ、ね、ビビさんが俺に対しての疑いエグいな。久保田さんって何してたんですか。いつの話。そのタラちゃんとかヌッキーが、そうですね、さっき言ったように僕はヌッキーさんと最後一緒にいたっていう、一緒にいて、管理室の抜けるところで扉で、ちょっと時間差ができちゃって、ね、後に出てしばらくした時にヤスさんが来たって感じですかね。だからちょっと僕はちょっとヤスさんのことを少しグレーゾーンで見てるって感じですかね。私もグレーです。あのヤスさんが立ち止まってたんですよね、その時に。私があの保管庫から給油を終えて横に行った時にチラッと見えてそこ立ち止まってたんですよね。だからんと思って、ってことは緊急ボタンって保管左側のリアクター直して、うん、でどこにタスクあるかなって見たら、あの管理室出て下のところのあの水車なんか水のキコキコやるやつのタスクがあるのを見つけたんで、そっちに行って、でそっから右側のやつやってねえなーって思いながら保管庫の給油のやつに入ってった感じですね。ああ、はい、まあもうわかんねえわ。ボタン押してくれたのも久保田さん白すぎる。俺かー。
もう申し訳ねえな、これ負けるぞ。すまん。これで負けたら、これで終わったら、インポの勝ちですね。うん。あら。申し訳ねー、惜しかったなー、惜しかったー。もうあと2秒あればビビちゃん食って終わりでした。ねえ、惜しかった、めちゃめちゃ。うちちょうど最後のタスクだったのに、あれスキャンめちゃめちゃ惜しかった。私思ってたんだけど、あの5人盤面になってからボタン押せまくったの奇跡だ。いや本当に奇跡ですよね。 あれ。俺がミスりました。サボタージュ早く落ちすぎました。はい。10秒数えに終えた、忘れてました。はい。いやー惜しかったなー。勝ったと思ったけどなー。いやー勝ってましたよ。あの停電はナイスでした。いやー見つけられると思って停電したんですよ。やべえ。世界探しの旅でした。そう、やられると思って。どさくさ切れでもう負けたって思いましたけど。